皆さんこんにちは。堺シャローム福音教会の小山英二です。今日は8月15日、聖書箇所はマルコの福音書14章32節から42節。祈りほど確実な備えはありません。マルコの福音書14章32節から42節。ゲツセマネというところに来て、イエスは弟子たちに言われた。私が祈る間、ここに座っていなさい。そして、ペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れもだえ始められた。そして、彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、またこう言われた。アバ、父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。それからイエスは戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。シモン、眠っているのか。一時間でも目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは再び離れていき、前と同じ言葉で祈られた。そしてまた戻ってきてご覧になると、彼らは眠っていた。ひどく眠気がさしていたのである。彼らはイエスにどう言ってよいかわからなかった。イエスは三度目に来て彼らに言われた。まだ眠って休んでいるのですか。もう十分です。時が来ました。見なさい、人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。今日の箇所は有名なゲッセマネの箇所です。32節でゲッセマネというところに来てとありますが、ゲッセマネが初めから地名だったのか、後に固有名詞になったのか、それは分かっておりません。ただ油絞りの場という意味でありまして、オリーブ山で採られたオリーブの実を絞る場所であったと言われております。オリーブの実は潰され絞られました。イエス様のゲッセマネの祈りはまさに潰され絞られるような時でした。33節でマルコはイエスは深く恐れもだえ始められたと記録します。そして弟子たちに言いました。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。このように潰され絞られるような体験は誰もがしたくないようなものであると思います。できることなら苦しむことのない人生を歩みたいものだと思います。ユージン・ピーターさんという学者がこんなことを言っております。
イエスの働きに参与する唯一の福音的な方法は、イエスの御名にあって犠牲的な生き方を生きること。犠牲のない人生は忌まわしいものという言葉も紹介しております。とはいえ、誰だって犠牲になりたくはないと思います。ただ現実は、十字架なくしてかむりなし、犠牲なくして勝利なしと言われるところであると思います。ハ・ヨンジョ先生が書かれました使徒の働きの教会を目指しての中に、こんなことが記されております。私たちは教会に仕えながらも苦しみが来たり、危機や困難が来れば、自分が何かイエスを間違って信じているのではないか、祝福されないのではないかと考える人がいる。しかしそうではない。それは苦難が祝福であることを知らないからである。教会は誠の姿、教会の誠の姿は苦難を受けることである。苦難を受けようとする姿勢が教会にないので、この世は変わらないのである。35節以下にこのように書いてあります。それからイエスは少し進んでいって、地面にひれ伏し、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、またこう言われた。アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。千色葉先生こと榎本康郎先生の一日一章にこのようなことが記されております。ここに私たちの祈りの模範がある。私たちは誰に祈るかをはっきりさせなければならない。私たちは天の父に祈る。あなたにはできないことはありませんという信頼なしに祈りは生まれてこない。この信頼が祈りの基盤である。次にイエスが、しかし私の思いではなく御心のままになさってくださいと言われた。この祈りはキリスト教にしかない。他の宗教にはこのしかしがない。神が良しとなさることをしてください。私はそれを神から与えられたものとして感謝して受け従いますという神への信頼でもある。何としても私の病気を治してくださいと祈るのもおかしいが、反面神に期待もしないで、一切は神の御旨であるというのも祈りではない。神には何でもできるという深い信頼を持って、私たちは大胆に自分の求めを神に申し上げるべきである。もっともゲッセマネの苦しみはイエス・キリストお一人独特なものでした。イエス・キリストだけが私たち全ての人の身代わりとなることができたからです。イエス・キリストの十字架というのは特別です。イエス・キリストの十字架は完全です。ですから私たちは繰り返す必要はありません。そもそももし他に方法があるのでしたら、神の御子イエス・キリストがあの十字架にかかられる必要はなかったはずです。しかしイエス・キリストが再び来られ、神の御心がこの地上で完全に成し遂げられるその日まで、私たちもまた神には何でもできると期待しつつも、混乱したこの世界で苦しみながらも神が良しとなさることをしてくださいと祈る姿勢が求められているのだと思います。ヘブル人への手紙にこう記されております。キリストは人としてこの世におられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。私の妻の父が癌で余命いくばくもないと言われた時、妻がこんな歌を作りました。苦しみも悲しみも別れへの恐れも、主は知ってそれでもと最善を成し続ける。
取らないでと祈ったり、助けてと祈ったり、でも御心のままにと心から祈っていたい。取らないでと祈ったり、助けてと祈ったり、でも御心のままにと心から祈っていたい。生きることも死ぬこともその中にあるから。いかがでしょうか。期待しつつも御心のままにと祈れるでしょうか。イエス様は三度父なる神の御手に委ねる祈りをし、眠っていたペテロはこのあと三度イエス様を否定します。そんなペテロにイエス様は言いました。誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。興味深いことに、死からよみがえられたイエス様は弟子たちにこう言われました。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。イエス様は私たちの弱さをご存知で、肉体は弱いからしょうがないよとおっしゃられたわけではありません。そのために聖霊なる神様を与え、力を与えるとおっしゃられたんです。聖霊の力が私たちを強めて、整え、導き、変えていってくださいます。祈ります。天の父なる神様、イエス様の十字架の御業を感謝します。私たちは聖霊様の助けがなければどうすることもできません。どうか私たちを聖霊で満たし、祈り続けることができるようにしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。